こんにちは。こんにちは。すいません、突然聞き止めまして、はい、今日はどちらからお越しなんですか、皆さん。大阪の泉大津から来ました。はい。ですか。はい。どちらから入られるんですか。どちらに抜けられるんですか。南海の上小沢駅から入りまして、小峠から、あれは天野の方へ下って、で何姫神社、仁宇津姫神社ですね。から、はい、で六本杉まで上がってきまして、これから慈尊院の方へ、はい、で最後九度山まで戻りますね。はい、そうですか。はい、このコースは初めてですか？初めて来ました。はい、そうですか。はい、そしたらちょっと順番にご主人さんの感想など、はい、歩かれた感想はいかがですか？そうですね。なんか非常に道も整備されてて、縦札等も綺麗に整備されているので非常に分かりやすくて良かったですし、で道もなんか綺麗に歩きやすい道だったかなと。なんか一番しんどいコースらしいですけど初めてなんで分からなかったんですが、非常に整備されてて良かったですね。はい、はい、じゃあちょっと娘さんの方、娘さんの方どうですか。お花がいっぱいあって綺麗だった。本当、いくつも見つけました、花は。いっぱい見つけました。でも野草だよね。野草の野の花だよね。それ嬉しい。めっちゃ綺麗やった。本当。お父さんとお母さんと一緒に歩かれるのは何度か歩かれてるんですか？歩いてます。よく歩くんですか？よく毎年。ハイキング。そうですか。歩いてます。はい。それは、まだここ歩きたいと思います。思います。あお花綺麗やったもん。で可愛い綺麗なあと切られていいですね、はい、ちょっとお母さん、はい、はい、歩いてる中でね、たくさんいろんな方にお会いしたんですけど、皆さんなんかいろんなコースから来られてて、今日たまたまこのコースで来たんですけど、また違うコース、歩いてみるのもいいのかなって思いました。小屋さんは行かれたことはございます？ないです。あ、そうですか。はい、小屋さんまでの距離は考えたんですけど、ちょっと今回は短めで最初なんで様子を見てからと思って。なるほど、なるほど。はい、また来たいコースですか？またそうですね、違うコースもチャレンジしてみたいです。そうですか。ちょっとお父さん、このコースは空海がずっと歩かれたコース、調子が、はい、ちょうどね、はい、ちょうど109メートルごとに1個ずつあるんだけど、109メートルごとに、だからちょっとそういう意味で言うと他のコースとハイキングコースとちょっと違うよね。そうですね。なんかこのずっと調子をこう順番に、なんか番号ごとに辿っていけるっていうのは非常に面白くて楽しいですね。はい。おさん、今日はもう九度山に抜けた後は、そのままお家の方に帰られる。そうですね。九度山の街中をちょっと散策して、そのまま鯉のぼりが見れるそうなんで、ちょっとその辺も時間があればと思ってます。サラダパンもあるし、はい、あの辺りをちょっと散策して帰ろうかなと。はい。はい、今日はゴールデンウィークの初日で、はい、特別の日です。そうですね。お天気も良くて良かったです。そうですか。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。